名古屋市の河村隆前市長の衆院選出馬に伴う今回の名古屋市長選挙は、市民税減税や名古屋城木造復元の是非など、15年間の河村姿勢を引き継ぐのか、刷新するのかが争点となっています。名古屋市選挙管理委員会によりますと、昨日午後8時までに期日前投票を済ませた人の数は21万9255人で、 前回の市長選の同じ時期と比べおよそ12%増えています今回の名古屋市長選挙に立候補しているのはいずれも無所属新人のご覧の7人です名古屋市長選挙はあす24日投票で即日開票されますテレビ愛知では明日午後10時48分から名古屋市長選挙開票速報深夜1時55分から 名古屋市長選挙新市長に聞く」を放送します。